こんにちは、サムライプロデュースの中井です。本日は CX5KFK の合気型専用となります、こちらのラゲッジスカッフプレートの取り付け解説を行っていきます。それでは商品を開封していきます。商品を開封するとこのように中にパーツが入っています。そして2段重なってこのようにパーツが入っています。取り付け前にパーツを一度取り出してから、パーツの表面に貼ってあるフォゴフィルムをこのように全て剥がして、パーツの表面に傷やへこみ、異常がないかをしっかりと確認してください。現在 CX5 の KFK には前期型と後期型がございます。こちらのパーツは後期型専用パーツになりますのでお気をつけください。こちら上側のパーツが前期型専用のパーツになります。そして下側のこちらが後期型専用のパーツになります。見た目ではほぼ一緒の形ですが、当ててみると大きな差がございます。実際に当ててみてみましょう。まずは前期型のパーツを後期型に当ててみます。このように当てるとフィットしないのですごく動いてしまいますね。このように、そして長さもこちらに合わせると反対側がこのようにとても出っ張ってしまう状態になります。そしてこの状態でボードを開けると完全に引っかかってますね。この状態になってしまうので前期型のパーツは後期型には取り付けることができません。では次に後期型のパーツを当てていきます。こちらは完全にフィットするように作っていますので、このように動くこともないですし、長さも両端ぴったり来ていますね。そしてこの状態でボードを開けても全く干渉する心配がありません。ですので前期型後期型の違いには十分お気をつけください。では実際に取り付けに移りますが、その前にこちらのゴムですね、こちらを外す必要がありますので、このように少し引っ張ってもらうと外すことができますので、だいたいこの程度、こちらはこの程度ですね。で反対側はだいたいこの程度外してください。反対側も同じように外していきます。はい、作業前にこのような形を作ってください。それでは取り付け位置の解説を行っていきます。位置としてはこの少し出っ張った部分ですね、このラインからちょうどここのラインまでがすっぽりと重なる形になります。では合わせていきましょう。ちょうど端の部分にパーツにも折り返しがありますので、そこがちょうど引っかかるような感じですね。そこに合わせてもらってしっかりと奥につけるようなイメージになります。そして反対側はあまり出すぎないように、出すぎるとバックドア閉めた時に干渉してしまいますので、指が引っかからないぐらいですね。この位置にしっかりつけてください。そしてボードを少し動かして干渉しない位置を確認したら取り付け位置には問題ありません。それでは取り付け位置の確認が終わりましたので、次はこちらの付属のマスキングテープを使って位置のマーキングと保護を行っていきます。それでは貼っていきましょう。パーツの外側に沿ってマスキングテープを貼っていきます。このようにしっかりと外側に沿って貼っていってください。で端っこの方もしっかり位置を確認しながら貼っていきます。では次の場所行きましょう。こちら側も同じように貼っていきます。では反対側に移ります。またこちらも
同じようにしっかりと外周に沿って貼っていきます。で最後ですね、はい、これで4箇所貼り終わりました。でもう一度位置を確認しながらチェックしていきます。ズレもありませんので問題ありません。では次の作業に移ります。では次に脱脂作業を行っていきます。脱脂にはこちらの付属の脱脂クリーナーを使用していきます。使い方は袋を開けると中に布が入っていますので、こちらで取り付け位置をしっかりと拭いていきます。同じように反対側も拭いていってください。では脱脂クリーナーで拭き終わりましたので、次は綺麗なクロスやタオルで空拭きを行っていきます。同じように取り付け箇所をしっかりと拭いていきます。このように同じように反対側も拭いてください。では次にこちらの付属の 3M プライマーを塗る作業に移っていきます。こちらのプライマーはとても強い溶剤になっていますので、ご使用の前には必ず付属の取扱説明書を読んでから使用するようにしてください。で実際に塗るときにはこちらも付属しています手袋を着用してから使用するようにしてください。では実際にプライマーを塗っていきます。プライマーを塗る位置は両面テープが当たる位置のみで、この位置ですね、この場所のみ塗れば大丈夫です。では塗っていきましょう。塗り方はあまり強く押さえずに軽く撫でる程度で塗れば大丈夫です。あまり強く押さえすぎてしまうと液体の原因となりますのでご注意ください。では同じように反対側も作業してください。では反対側も塗り終わりましたので、この状態で約10分間しっかりと乾燥させてください。ではプライマーの乾燥が終わりましたので、パーツの取り付けを行っていきます。両面テープの表面に貼ってある赤い保護フィルムを剥がすときに、爪だけで引っ掛けて剥がそうとするととても剥がしにくい時があります。そうした場合はこういったカッターなどの先が尖ったもので引っ掛けて上に引っ張るととても剥がしやすくなります。
両面テープの保護フィルムをすべて剥がしましたので、実際に取り付けを行っていきます。マスキングテープでマーキングした位置をしっかり確認しながら位置を合わせていきます。はい、位置に問題がないので、まずは一番端っこを軽く押さえていきます。そしてゆっくり横から押さえながら端っこも合わせていきます。はい、こちら側の位置も問題ありませんね。問題がなければ全体をまずは軽く押さえていきます。そしてこの状態で浮きや剥がれがないかをしっかりと確認していきます。はい、問題ないですね。では同様に反対側も取り付けてください。では反対側も付けていきます。同じようにしっかりと位置を確認しながら取り付けていきます。こちら側が問題ないので、ゆっくり押さえながら反対側も合わせていきます。はい、問題ないのでまずは軽く押さえます。そして浮きや剥がれがないかを確認していきます。はい、問題ないですね。では最後にボードを戻して、干渉がないかを確認します。かかることもないので問題ありません。取り付けが終わりましたので、次は圧着作業を行っていきます。圧着は両面テープが当たっている部分をこのようにしっかりと押さえていく作業になります。圧着が足りないと浮きや剥がれの原因となりますので、こちらの作業もしっかりと行ってください。全体しっかりと押さえたら、もう一度手で触ってみて浮きや剥がれがないかをしっかりと確認していきます。はい、すべてしっかりついていますね。もし浮きや剥がれがあった場合は、もう一度このようにしっかりと押さえる作業を行ってください。それでは反対側も作業していきます。同じように両面テープが当たっている部分をしっかりと押さえていきます。はい、こちらも圧着が終わりましたので全体の確認を行っていきます。はい、こちらもしっかりついていますので次の作業に移ります。では圧着が終わりましたので、次はマスキングテープを使って固定を行っていきます。パーツが動かないようにマスキングテープをしっかりと貼っていきます。端っこ部分というのが少し剥がれやすくなりますので、ここは重点的に強く
固定をしていきます。反対側も同じようにしていきます。はい、大体こんな感じですね。このような状態を反対側も同じように作業してください。では反対側の固定が終わりましたので、この状態で約24時間車を動かさない状態でしっかりと固定してください。ではバックドアを戻すためにこのゴムを戻していきます。このように押さえてはめ込んでいけば戻りますので、このように戻していってください。はい、では全てはまりましたので、この状態でバックドアを閉めて大丈夫です。では24時間の固定が終わりましたので、マスキングテープを剥がしていきます。その前にまたゴムを一度外していきます。はい、外しましたのでマスキングテープを剥がしていきましょう。反対側も同じように外していきます。ではゴムを戻していきます。はい、戻しましたので、次にもう一度浮きや剥がれがないかをチェックしていきましょう。はい、こちら側はしっかりついていますね。では反対側も見ていきます。はい、こちらもしっかりついていますね。もし万が一浮きや剥がれがあった場合は、もう一度両面テープが当たっている部分をこのようにしっかりと押さえて、マスキングテープで固定という状態を再度作ってください。では最後の仕上げにパースの表面を拭いていきます。はい、これで綺麗になりましたので、全ての作業は完了です。お疲れ様でした。